N-06A コミュニケーションスタイル N-06A シェアスタイル N-06A タッチスタイルドコモプライムシリーズ N-06A は日本電機によって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末であるドコモプライムシリーズの端末2008年冬モデルの N-01A と無線 LAN 機能を持っている n 9 0 6 l ンフォンの後継機である。デザインは N-01A のサムウェイスタイルを引き継いでおり、メインディスプレイは N-01A 同様のタッチパネル対応3.2インチフルワイド VGA 液晶で、文字入力以外のほぼ全ての機能がタッチ操作で行うことが可能である。タッチパネルは2本の指を近づけるようになぞると縮小し、 話すようになぞると拡大する機能があり、ブラウザや地図ソフトまた電話帳やメール受信時の文字も縮小拡大可能となっている。N-01A からの大きな変更点としてメインカメラには NEC 端末発となる810万画素 CMOS を採用。最大5人までの顔を自動検出する、顔検出オートフォーカス笑顔認識でシャッターを切る、スマイルモード、 240度のパノラマ撮影が利用できる。解像度はクブガに限られるが 120fps の高速度動画を撮影し 30fps で再生できるスピードムービーを搭載。音声圧縮には高音質の AAC に対応している。また Wi-Fi を搭載し2008年夏モデルの N906L ワンフォンと同様に ホームユーやパッセージデュープル、ビジネスモパーレープ、セントレックスが利用できる。さらに、アクセスポイント機能を搭載している。それによりパソコンのアクセスポイントになるだけでなく、Nintendo DS 等の無線 LAN に対応したゲーム機が、等端末を介して、オンライン接続できる。この他、30fps1 セグ表示や Bluetooth。 下り 7.2Mbps のフォーマーハイスピード SRS True Media 16GB までのマイクロ SDHC カードに対応している。2009年夏モデルより対応した iMode ブラウザのバージョンアップやアプリタッチ、電池残量表示の細分化なども対応している。その他の機能としてフルブラウザの最大容量は 1.5MB にアップ。 テキストのコピー対応、クイック検索には、従来からの i モードや、フルブラウザでの検索の他に、辞書検索やレストラン検索が加わった。Bluetooth は HS、HSP、HFP、A2DP、AVRCP に加え、DAN、SPP、OPP のプロトコルに対応した。N-06A で撮影した写真や、ダウンロード画像を自動的にサーバーへ、 Wi-Fi でアップロードする、ライフストレージという機能が用意されている。定期的に画像のアップロードを行い、端末には縮小画像のみが残るため、端末内の保存容量を有効活用できる。サーバーは、NEC Big Globe が提供し、容量は1イト発売当日に i モード接続時の不具合が発覚したことから、投機器及び同じシステムを使用している。 ドコモスタイルシリーズの N-08A についても発売開始日が延期となったが即座に回収された。以下の i アプリが購入時に端末にプリインストールされている。N-06A のソフトウェアアップデート情報。ありがとうございます。